こんにちは、福山一恵です。今回は少しお話があります。この前カウンセラーの先生に紹介してもらった和田秀樹さん、コロナうつかなの本の YouTube を配信しましたよね。そしてそこからコロナうつかなの本の制約が発生しました。本当にこの場をお借りしましてありがとうございます。感謝します。それでは今回は伊勢神宮に一人で出かけた50代主婦のタイトルのブログ記事のおしゃべりをしたいと思います。聞いてくださいね。今回は遠方へ出かける練習のお話をします。割とちょこちょこ近いところには出かけていた私に、カウンセリングの先生は、福山さん、そろそろ遠いところに出かけてみてはどうですか、波動を上げる自分を変えるチャンスですよ、と言ってくれました。でもな、一人で行けるかな、かなり悩んでいました。伊勢神宮の行き方を何度も何度も検索して1ヶ月ぐらいかかったかな。今まで神社とかお寺は近くで済ます、お墓参り、仏壇に手を合わせて拝む、お経をあげるのが一番大事だと思っていたし、伊勢神宮にって何、興味ない感じでした。おかしいですよね。先生に教えてもらうまでは神様はご先祖様だと思い込んでいました。おじいちゃんも母もそうしていたので、でも自信のない自分を変えたい、子供といい関係を作っていきたいと思い、勇気を持って出かけることにしました。先生の言葉は、誰にも言わず朝早く出て行ってくださいね、特急券がいりますよ、買ってくださいね、お土産など買わないでくださいね、と先生は家族に言うと、反対されたり心配されるのを防ぐのにそのようなアドバイスをくれたのだと思います。今回はここまでにします。最後まで聞いてくれてありがとうございます。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。福山一恵でした。